エブルトン認定トレーナーのアキムです。今日はパックですね。パックについてちょっと話をしてみます。今までの動画でも散々パックを使ってきましたが、ちゃんと説明してなかったのことに気づいたので、ちょっとお話ししてみますね。パックというのは、エブルトン独自のこの言い方というか単語言葉ではあるんですけど、音源だったり音源、インストゥルメントとか言いますね。インストゥルメントだったり、その音そのものですね。オーディオデータだったりエフェクト、これはミディもオーディオエフェクトも両方ありますね。だったり、まあそうですね、あとはちょっと見てみましょうか。こんな感じですね。ミディクリップもありますね。忘れてましたね。ミディクリップだったりと、こういうものが、ひとまとまりに、ひと包みに入ってるものというイメージですね。だから、これだったらグリッチ&ウォッシュっていうパックですけど、これをエブルトンの公式サイトからダウンロードしてきてみたいな。まあ、イメージとしてはそうだな、サンプリング CD とソフトウェア、インストゥルメントと、エフェクターが混在してる一つの包みっていうイメージですかね。ものによっては、オーディオデータが入ってないものもありますし、エフェクトが入ってないものもありますし、まあ、この中の4つの中のどれかがこう、一包みになってるものというイメージですね。これが、まあ、ライブ独特の使い方といいますか、まあ、単語ですね。パック。で、まあ、必要な場合は追加インストールをしなくちゃいけないんですが、今パック、ここのブラウザ左側ですね、ここのパックっていうのをクリックすると、こう一覧が出てきます。表示されます。で、これ確かライブ9までなかったと思うんですけど、ライブ10から使用可能なパックって表示が出るようになったんですよね。で、今 ×0 なんで、僕の場合は、ライブ10スイートに付属している、あなたが使用可能なパックは全部インストール済みですっていう表示ですね。で、もしここが ×1 だったり ×2 だったりすると、何かインストールしてないものはありますよってことですね。ただここから今ここそのある人はですね、このここにそのインストールするための表示が出るんですね。今ちょっと全部インストールしちゃってるんで、その表示見せれないのは申し訳ないんですけど、まあ、そこからクリックすると、ダウンロードが始まります。便利になりましたね、エブルトンライブで。でもそれじゃあ、ここにあるパックをエブルトン .com で入手っていうのは、じゃあ何なんだ、パック0なんじゃないかっていう話になりますけど、これをクリックするとですね、とりあえずまずは自分のエブルトンのアカウントにアクセスされます。ログインしてない場合はログインを促す画面が出て、ログインしてるとこの自分のライセンスの画面になりますね。で、このパックっていう、ちょっと下にスクロールしていくと、このパックっていうものが出てきます。項目が、で、全てか、まだダウンロードしてないものかです。まだダウンロードしない、未ダウンロードをクリックすると、僕の場合はもうないですよって、さっきパック0、ここパックかける0になってましたけど、まあそういうことですね。でもこれは あくまで付属しているもの、いわゆる同梱されているものの扱いなんで、ここのパックをクリックするとですね、いろんなものが出てるんですね。今195、収録当時195あります。ですね、
これ新しく出たやつですね、まあ、ちょっと気にはなってるはいるんですが、まあ、それはちょっと置いときまして、まあ、とりあえずその見ていきますと、まあ、JPY これが日本円です。今割引中ですかね、5800円です。これの値段ないのは無料のやつですね、なんかがあります。で、まあ、今ざっと見てるのでこの無償をまずクリックしてみますか。そうすると今19個あります。例えばですね、まあ、いくつか面白そうなのもありますし、無償一流ドラマーによりレコーディングされた175のドラムループを収録した無償パックなんてのもありますね。いいですね。まあこう見ながら、あ、これは面白そうだなと思うものをダウンロードしてインストールすればいいと思いますね。これグラニュレーターですね。例えばサウンズとかマックスオライブとか一応分かれてますからね。マックスオライブ入ってない人はこれダウンロードしても使えないんで、まあ、これダウンロードしてみます。ファイル保存する。保存しました。するとですね、まあ、こういうものダウンロードされます。でそれをですね、ダウンロードされたものをどうするかという話になるんですが、そうですね、ここからドラッグ&ドロップ。よいしょ。そうするとインストールしてくれます。あっという間ですね。で、Max オライブ。パックはパックなんで、パックのところにも表示されますね。で、こんな説明が出てきて、まあ、英語ですけどね。出てきて、これが使えるようになりますよと。もう一気しますけど。という感じです。Max オライブ、今の見た通り、今 Max オライブパックでしたけど、これも同様ですね。Max オライブのパック、普通のパック同様にドラッグアンドドロップでインストールできますんでね。もし追加した場合、今の方法でやってもらえればいいかなと思いますが、さて。まあ、パックに関して簡単な説明ですね。まあ、独自の、なんていうのかな、形式での配布になるので、最初慣れない人、他 DAO から、他の DAO から移ってきた人は、なんていうか、慣れない部分もあるかもしれませんが、まあ、慣れれば、あ、面白いもの、パックが出たんだなと、追加してみようかなという人も、いう人はそうは今の手順でやってもらえればいいかなと思いますね。まあこんな感じですね。実践的じゃなくてちょっとしたなんていうのかな、基本的な話になりましたが、今日はここまでになります。良い音楽ライフを。